ここまで来るともうちょいだ。さすがに緊張しますね。ちょっといいですか、みんな。どうしたの、サイ。サクラ、君は一人でサスケを始末するつもりなんじゃないですか。え？今手にしているそれを使って僕らを眠らせた後でね。は？どういうことです？さっきの言葉の通りです。サクラは最初からたった一人でサスケと戦うつもりだった。なんで一人でやろうとした？そうです、僕たちみんなでやるって約束でしたよ。ごめん。ったく、僕らはいわば運命共同体、最後まで一緒に行きましょう。いや、ダメだよ。ここから先は誰も行かせない。サイ、こいつやっぱりうさんくせえやつだと思ったぜ。僕たちだけじゃサスケに勝てはしない。それにカカシ先生に行かせないと約束したんだ。だから誰も進ませない。どうしても止めるってわけね。カカシ先生の言うこともわかるが、そう何度もサスケを野放しにできるかよ。さすがに1対3では分が悪い。でもカカシ先生が来るまで時間を稼がないと。あんたが何を言っても私の意志は変わらない。邪魔をするなら容赦はしない。戦闘開始。サイ、あんたじゃ私を止めることはできない。これは僕も本気で行かないとまずいな。赤丸がいりゃこんなやつに負けることはねえぜ。いや、君じゃ僕は倒せないよ。サイ、どうしても私の邪魔をするっていうのね。高橋先生が来るまでなんとか止めてみせる。さすがに3人相手じゃきついな。このまま勝負を決めさせてもらう。うずうずするぜ。私だっていつまでも守ってもらってばかりじゃない。
勝負あり。サイは抑えることができた。あとはふん、俺らの勝ちだぜ。ごめん、みんな。やっぱりサスケ君は私一人でやる。まさか、キバやリーさんこと。カカシ先生、すみません。